ピアすぎるいきましょうかい。袋テナガザルって知ってる体重約1メートル、体重約20キロ。テナガザルからの中で最も大きく、他のテナガザルより2倍も大きい。人間に一番近いんじゃないかと言われてる猿です。東南アジアに生息し、一部一再生で、子供を含め4頭程度の群れを作って生活します。おっさんの叫び声のようになくことで有名になった、東山動物園のケイジ君も、袋テナガザルです。あ 他のテナカザルにない喉袋というものを持っていて、買うくらい膨らみます。テナカザルは歌うことで知られていて、1日2回程度、オスとメスでデュエットをします。縄張りのアピールと、夫婦間で愛を確かめ合います。4キロ先までも声が届きます。そんな袋テナカザルちゃん。歌うことも得意ですが、テナカザルかと最も得意なのは、ブラケーションと言われる枝渡りなんですけど、木の間をぶら下がりながら移動します。それがめちゃくちゃ早くて、目でやっとウルキャラです。でも、めちゃくちゃ木が落ちます <laughs>。骨折するんだって。大事な手を <laughs>。 40%の手中猿は1回を仮説するんだって <laughs> 猿も木から落ちるんかい。